インターネットの皆さん、こんにちは。私ね、VR の実況ってたまにやってるじゃないですか。ほら、クソ上司がよ。これも投げつけてやるわ。クソ上司がよ。ざまあみろ。ざまあみろ。で、VR の実況って、私のこの前買ったここのいいマイクって、場所が固定されてるから、この VR ゲームでこうやって動くと、うまく音が入んないんですよ。だから VR ゲームの実況するときは、この、名前忘れたけど、アントライオンなんとかかんとかを使ってるんですよ。これのいいところっていうのは、ワイヤレスで、これどこにでもくっつくんですよ。こう VR ヘッドセットにくっつけて、こうやって動画を今まで撮ってたんですよね。でもやっぱり音質がそんなに良くないんですよ。で、ある日、VR のゲームを撮るとき、マイクがワイヤレスである必要ないなってことに気がつきまして、この、ワイヤレスじゃないけど、ポータブルなマイクをね、買いました。なので今回はね、これを開けて音質のテストをしていこうと思います。じゃあやっていきましょうか。本当はね、なんかAKG かなんかの、なんだっけな、C550 みたいなマイクがいいかなって、最初は思ったんですよ。でも、そのマイクすでになんか、瀬戸康史さんがやってて、同じマイクでレビュー動画上げてもなって思ったんで、別のにした感じでございます。よいしょ。チュア SM10A。 まあ説明書はいいか。よいしょ。なかなか大した箱に入ってますよ。プロフェッショナルユニディレクショナルヘッドボーンダイナミックマイクロフォン。なかなか山盛りですよね。クラフトピアみたい。ウームだからね、こういう感じのリアクションもしてみましたけど、まあ普通にこんな感じですよね。中身はパッケージと同じですよ。ほんですごいですよ、これ。説明書読まずにつけられないようなところについてます。説明書がマイクの位置を気をつけろって書いてありますね。まあ、これが噂のフールプルーフってやつですかね。すごいですね。なんかこれソーっていう映画で見ましたよ、こういう感じのデバイス。この前のマイク比較動画で買ったこのなんだっけ、オーディオインターフェースにつないでいきます。そんで、いや違うわ、こうか。口の角際にマイクが来るように設定してくださいと、このフールプルーフマニュアルには書いてあるんで、まあ、こんな感じかな。じゃあ早速音声テストといきたいところなんですけども、動画をね撮る前にMacBook の充電するのを忘れてしまいましてね。今充電待ってます。この、なんか、サイボーグみたいな状態で。私はマイクロボー。よし。どうすかな。とりあえずこのノートをね、目立つ位置に置いときますか。ノバマンゲームスのノート、好評発売中。これ買ってくんないと次のグッズ出ないよ。あと、この前、歯の漫画店で買った、歯の漫画の人形。まあ、とりあえず、まあ、MacBook の充電がね 8% しかないんで、まあ、装着感のレビューをしていきましょうか。装着感で言えば、まあ、違和感はありありですよね。こう結構ね、締め付けられる感じはあります。まあでも、孫悟空ほどじゃないっていうか、まあ許容範囲ですね。それとも、付け方が悪いのかな？付け方が悪そうだな、これ。ああ、ここで締め付け感をね、調節できましたわ。だいぶマシになりましたね。これをね、VR ヘッドセットをつけた状態でつけられんのかな。とりあえず今、充電が 5% しかないんで、ちょっと待つことにします。いい子らすね。はぁ、溜まったかな？あれは。電池的なものは。18% か。まあ、まあいいでしょう。これ先にヘッドホン。ほんでマイクか。これさ、マイクだけで使うためのあれですな、やっぱり。まあ、だいぶ不格好ですけど、マイクをテストしておりまーす。これめちゃめちゃ原因が低いですね。これ使うんだったら、もう一個アンプが必要ですわ。これは、あれか。あれだわ。結構口に近づけると、だいぶマシになるな。これはやっぱりあれだわ。さっきのフールプルーフの、紙に書いてあった通りのことをやるってことだ。でもその時のフールプルーフの紙もうなくなっちまったわ。あったあった、よかった。
危ない危ない。だからもう思いっきりね、口に近づけちゃっていいのかな、この感じ。もうこの、これに書いてある通りに完全にね、セットアップした方がいい気がしますね。そうするとやっぱり、だいぶ音がマシになる。ただ、これで、口の音入んないのかちょっと心配ですね。まあとにかくやっていきましょう。マイクロフォンが口の端の近くにな、マイクロフォンが口の端近くに来るよ。ピボット調節ノブを、マイクロフォンが口の端の近くに来るよ。ピボット調節ノブ。これダメだ。難しくて、舌が回らんわ。重要、マイクロフォングリルが口の右端から25ミリ以内に来るようにグースネックを配置します。口の真正面には配置しないでください。これにより、破裂音などのブレスサウンドが抑制されます。パッピプペポッペッペッパ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 ッポー。次はこのアントライオンワイヤレスマイクです。重要、マイクロフォングリルが口の右端から25ミリ以内に来るようにグースネックを配置します。口の真正面には配置しないでください。これにより、破裂音などのブレスサウンドが抑制されます。パピプペポッと。改めて聞き直すと、そんな悪くないですね。まあ、完全ワイヤレスの割にはだいぶ音質いいと思いますよ。じゃあ最後にこの昔買った BOSE のノイズキャンセリングヘッドホンについてきたイヤホンでやっていきましょうか。マイクロフォングリルが口の右端から25ミリ以内に来るようにグースネックを配置します。口の真正面には配置しないでください。これにより破裂音などのブレスサウンドが抑制されます。意外と悪くないですね。なんか、まあ、腐っても BOSE ってことなんでしょうか。そういうわけで、Shure SM10A のレビューでございました。まあどれが一番いいかって言ったら、まあ一応一旦あるんで、あんまり決めらんないっすね。そんじゃ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それではまた今度。